も九州タワーザピースです。なんて自己紹介しよう。視聴者絶対行きます。はい、はい、ということで、今回3万客第3回となっております。もう2回目で終わっちゃうんじゃないかっていうぐらいの勢いで開門されてましたけど、第3回目ということで、いやまだまだ1万250円余ってますから、ということでね、次回予告ね、前回あって、スクラッチやりますって1万円分、もう残り250円ですよ、たまたま。大丈夫、1万円以上当たれば勝ちだから、こっちの勝ちですね。まあ正直言って一括返金得るか、1250円になるかどっちかです。もうね、皆さんもね、まあ、タカを持ってるから、ワンチャンあんじゃないかと思ってちなみに今回一等が500万円です。500万円で使ったんですか。はい、僕一等当たったら車買います。車買うんですね。でこれ3万円企画が3万、あの503万円企画になります。500、ということで続けていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、では1個目いきます。はい、いや緊張ですね。はい、10枚目です。今回はビッグマムですね。はい、これどういうやつですか。まあ ABC どれでも横一列に同じ絵柄が3個出れば当たり、その柄に応じて右の当選金額が出ます。なるほど、だから揃えばいいんですね。横に同じ柄が揃ったら勝ちです。わかりました、早速いきましょう。はい、はい、じゃあ A から。はい、どうぞ。ハズレー、いやもうどんどん行きましょう、どんどん行きましょう。ピーハズレでーす。まあ今までね、こうスクラッチの傾向で早い段階に当たるとすごい高い金額が当たりやすいっていうね傾向があるんで、はい、ハズレー、はい、ハズレー、うい、当たる気はしないですね今回惜しい。最後これが絶対当たる。これ200円で、200円でーす。はい、2袋目いきまーす。はい、外れ。はい、外れ。くそイエーイ、200円です。200円当たりました。やっぱ最初の方に当たるといい傾向ありますからね。お、宝箱。宝箱はいくらですか。1万円です。1万円。せーい。ありがとうございます。さあ、はい、で、でー、お、ハンバーガー。ハンバーガーです。500万。500万リーチです。ハンバーガー500万ですね。500万リーチきました。500万。ハズレングリー。いや、これで500万来たよ。来たら来たら焦るけどね。困るけども。いや、この動画出せなくなっちゃう。うん。命狙われちゃう。よくです。お、この後4袋目。3袋目です。はい、現在400円しか。はい、行きましょう。お、お、なんと。お、今。あ、地図は？地図は？ 1000 円。1000円と200円がリーチしてます。いらねえな、量。お、お、忘れたー忘れたー来ましたー、これで来たー、やっと来たー。はい、ということでこれで2250円確定です。しゃあ、はい、いやこれでパッと紹介るわ。あぶねー、行きます。はい、あ、これダメですか。くそ悔しい、こっちも外しました。くそ悔しい、はい、そうだね。カラフル、すげえ、じゃあ、来た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 、おお、すげえ、カラフルリーチだ、カラフルリーチだ、これこれ大体外れるやろ1000円と200円と500万、はい、全部外れくそー、外した、くそー、ダメだくそー、ラスト1枚だ。ん？ん？ん？あれ、これもう外れじゃないですか最後に掃除します。はい、はい、すぐテンション下がってないですけど、今回結果教えていただいていいですか。はい、はい、今回、はい、回収金額2000円となっております。2000円。そんなテンション下がらなくていいでしょ。踊らされたということでね、2000円ということなんで、そう、1万250円が買えたのに、あ、残り2250円ということでなりました。いや、つい当たってるだけすごいっすよ。
踊らされてるよということで、じゃあ高田さん残り2250円って、まあインナーだったりとか、あと小物かな、何を買うかというところで楽しみにしていきたいなと思います、うん、ここから買い物行って買ってきましたでいいんですかね。そう、はい、わかりました。まあちょっと少しお休みいただくかもしれません気持ちが追いつかないで気持ちの整理が追いつきません。いやね、一番当たった時も面白いですけど、この当たらなかった時も面白いですね。なんか何それくそよいしょ。はい、ということで、はい、残り2250円の約半分を使って、はい、アイテム2点、はい、購入してきております。お、2点買ったんすか。え、次回もあるんですよね。次回もあります。次回もあるのに2点買ったんですね。はい、まあ、次回が集大成になるんですけれども、おー、そうですよね。攻めましたね、はい、やっぱピンチはチャンス、やっぱこう、ね、チャンスはピンチ。人間追い詰められるとこう普段使わないカジバの底力というじゃないですか。はい、それそれですよ。ということで、はい、今回、はい、ご紹介するアイテム、はい、こちらとなっております。はい、 T シャツですか。カットソーです。カットソーとこのギークメガネ、メガネあれ、これどっかで見ませんでした。ギークメガネ、お揃いになるんじゃないですか。僕のじゃないですよね。はい、これ僕の家から取ってきたとかじゃないですよね。ギークメガネ違います。違います。違います。これギークメガネ、はい、実はこれ、はい、皆さんご存知の、はい、ヘムさんで、ヘム、H&M さん、あ、H&M さんね、H&M さんでこちらのパープル、パープル、薄いパープルのカットソーなんですね。カットソーとこのギークメガネをね、おー、面白いじゃないですか。あ、どうカットソー何人で行くんだろうってちょっと思ってたんですよ。さらにこのギークメガネ、ええやんってなって、いや僕正直、はい、いや実はね、はい、最近ね、まあ、このギークメガネも最近ね、はい、僕のおさんとお会いするみたい、はい、僕のおさんね、まあ、僕も言いましたね、うん、確かに僕のおさんなんかギークっぽい、まあ、これじゃないけど、うん、つけてたね、確かに。そうそうそう、つけてて、まあ、影響されたというか、あ、いいなと感化されて、あ、俺も似合うんじゃねえかなと思って、うん、かけてみたら実は似合ったみたいな感じ。いや、ありじゃねってなって、ありじゃねってなって、そうそうそう、かけてみてくださいよ、じゃあ。おいよ、どう、なんか、ストリートファイター出てきそう。あ、そう、うん、強そういや、強いかどうかわかんないけど、いや、なんか、やっぱこれから夏のシーズンね、はい、やっぱカットソーパンツっていう物足りないスタイリングの時に人活躍してくれるなと思って、はいはいはい、今回のスタイリングもこれがまとめてくれるんじゃないのかな。なるほど、ちょっとキーアイテムになってるな。なるほど、自分の中で、自分の中でキーアイテム、まあ、で、ということでね、はい、まあ、とりあえず、うん、この段階で、このメガネとカットソーを使ったスタイリングをいこうと思います、はい、では、ご覧ください。サイズ感ちっちゃめなんですね。ピタッとしてる感じですね。いや、そうそうそう、あの、ね、ちょっとあのフェミオっぽい感じですね。タイト、タイトです、かなりフェミオ、フェミオです。急に、うん、でもどうですか、はい、大地さん、いや、フェミオ置いといて、はい、とりあえず、いや、高尾さんがこの2点を正直選ぶと思わなかった。あ、そう、あ、僕はなんならあのタンクトップで来るって全部思ってたから、まさかこのメガネとコード色のシャツでこのタイト感があるシャツで来るとは思わなかったから、ちょっとね、感動しております。新しい一皮むけた高尾が見れたなと思って思います。ありがとう。やっぱスクラッチやって良かったなと。ああ、そうなんす。ありがとう。ということで、はい。いいですよ、この辺でしょ。気になるお値段ですね。お値段です。はい。よろしくお願いします。お値段の方なんですけれども、はい、もうこちら2点のお値段なんですけれども、はい、1500円プラスタックスとなっております。1500円プラスタックスですね、2つ合わせて、はい、あれですよね、 H&M さんは税込みで、そう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 、なんで1524円だけど、まあ24円ちょっと切って、もうそうそう、切り捨てて500円とかですね、まあ、メガネが999円だったんで、はい、カットソー599円、はい、で今回税別企画なんで、そうそうそうですね、了解です。ということで残り750円、はい、ギリいける、はい、ギリいける、あとワンアイテム、ナイテム中尾が買うかというと、あとこの今まで買ってきたアイテムがこうどうまとまるかっていうのをね、うん、最後楽しみにしていただいてもらえたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイ。